初めての雪山登山に挑戦するには、金剛山の千早本堂コースがおすすめです。チェーンスパイクや軽アイゼンで登れます。道も整備されているので登りやすいです。バスでアクセスできるのがいいところですね。雪山はとても気持ちいいので、ぜひ挑戦してみてください。荷物なんですけど、荷物は、おやつとあったかいお湯とペットボトル1本で、雨具、上下とあとチェーンスパイクです。で、一応念のためにインストックと、エコバッグなんですけど、いつもこれつけてるんですけど、荷物はこれだけです。今日は雨が降らないので、一応雨具は一番下に入れておいて、チェーンスパイクは使うかもしれないので一番取りやすいところに入れておきます。こんな感じかな。これで、荷物はこれだけです。こういうところがすごく滑りやすいから、こっちに土の方なるべく歩いていってください。こっちからでも行けるんですけど、こっちちょっと積もってるので、こっちの土の積もってない方から迂回していきます。
5合目休憩所着きました。すれ違う人がアイゼンみんなつけてはるので、ちょっとここらでアイゼンつけていこうかなと思います。おなじみウルトラマンとバルトンステージ、9号目分岐点で、私いつも上りはこの楽な道行ってます。下山はこの近道から降りてきます。
ー。